委員長が古びた紙を手に持って震えていた。どうしたんだろう。 Yeah, that's so maybe she'd be able to end it because she's one of the gifted as well. Book of Shadows. Hello, dude talking in English.大丈夫？委員長が部屋の一角を凝視して固まる。目を丸くして異様な雰囲気。猫が部屋の一点を見つめて動かなくなるような。そこに何かいるの？音を聞いているの？心配というか怖くなって、私は委員長の体を掴んで揺さぶった。委員長、どうしたの？けれど彼女はすっと手で私を制し、ゆっくりと立ち上がって凝視した一角に向けて歩いていく。そこは一見して周りと変化のないただの壁だった。前に立った委員長はしばらく凝視した後に急に壁を破壊し始めた。老朽化しているので壁の板は簡単に壊れていく。腐食した穴に指を入れて力を入れて引き剥がすと、板はすぐに短く折れて床に散る。折れるとまたすぐに指を入れて板を剥がす。しばらくすると壁には大きな穴が開き、穴の向こうには隠れた空間があった。押し入れ程度の狭いスペース。そこには黒く分厚い本が置いてあり、 Book of Shadows。ブックオブシャドウズ、どうしてこれが日本に？委員長、どうしたの？この本、何？ It's got runes on it and everything. Whatever it was clearly a very old book. It didn't look like it was bound from paper.There were small ornamental patterns sewn into it, which had a certain disconcerting quality about them. In addition, a liquid that looked just as much like blood as it did ink pooled into multi-hued stains across the lip of the front cover. And that grotesque cover was already unpleasant looking enough to begin with. と間違いないわ。ああ、これはね、暗黒の書、ブックオブシャドウズ。お姉ちゃんに教えてもらったんだけど、血塗られた歴史の裏に隠された闇の書物よ。中世末期にかけて主にヨーロッパに見られた恐ろしい魔女狩りの歴史のね。魔女狩り？そう、犠牲者の数は4万人にも上るとみられる集団妄想における迫害殺戮とも言われている。当時悪魔と契約したとして魔術を使った容疑をかけられた人はね、教会や民間による裁判にかけられて、ひどい拷問にかけられたり処刑されたりしたの。とても残酷な方法でね。
自然災害や貧困にあえぐ市民たちの不平の吐き口として権力者たちにもスケープゴートとして利用されたのね。主に生活の不安定な地域で苛烈に行われたこの悪臭に容疑をかけられて殺された犠牲者はほとんどの場合が意味のない言いがかりだったんだけれど、実はその中には、実はその中には実際に動的魔術を使いこなす能力者たちも本当にいたのです。能力者？動的ってことはほうきで飛んだりとかの魔法使い？嘘！にわかに信じがたいですね。でもね、あゆみちゃんには知っておいてほしいのです。科学的に説明がつかないパラノーマルの存在を。お姉ちゃんの研究のこと知ってるから、自然の法則とか魔法の本質が祈りであるとか、そういう力のあることはなんとなく想像できるけど、それ以上はファンタジーだと思ってた。うん、私がウィッカの道を目指した時にお父様たちが猛反対された理由にも関わってくるのですが、まあそれは篠崎の家のルーツにも理由があって長くなるからこれはまたいつか話しますね。 Oh geez, she knows a lot. ん？うん。魔女というのはすなわち村の賢者でもあったから、書生にも長けていたのですね。彼女たちは迫害を逃れるため一切の力を隠して生きてきたので、実際の能力者の大半は処刑されずに生き延びたそうなのですが、その後魔女禁止令が廃止された後でも殺戮の強烈な記憶からむやみに力を使えない風潮は続いていたため、その力は使われないままに日に日に薄れていったのです。魔女たちは長い年月の歴史で培った代々伝わる魔法の術がこのまま無意に失われてしまうことを恐れたのですね。力を後世に継ぐため、その秘術を事細かに記し始めたのです。その集大成がこのブックオブシャドウズ。何人もの能力者の手を渡り、海底に海底を重ねて死んだ万象を操る魔術の極意が収められているというウィッチクラフト英知の結集。怪奇神話に出てくるアルアジフという魔導書の存在はフィクションと言われてるけど、人づてに存在を伝えられてきたこの本は実際に存在するって研究者の間ではまことしやかに語られてきたものなの。白魔術、黒魔術とたくさんの秘術が記されていて、中には禁忌とされる邪術も含まれているんだって。邪術って危ないとか？うん。だから素人による悪用や事故を防ぐために門外不出の書として代々魔女の家系で守られてきたもののはずなんだけど、なんでそれが今こんな日本の片隅に？わかんない。でも実際この半世紀ほどの間、本物を目にしたって証明する人がいなかったから、やっぱりその存在は疑わしいとされていたらしいんだけど。ちょっとそんなものを手に取って開いちゃって大丈夫なの？He might be able to reverse the Sachiko curse if you're lucky. 動物の皮を縫い合わせて作られたような厚い表紙のその本は、委員長の手に持った感じを見るとずっしりと重いもののようだった。
彼女はペラペラとページをめくり始める。現実とオカルトが完全に入り混じり、私は目の前に起きている信じられない事象をただ眺めていることしかできなかった。本はやっぱり日本語ではなくフランス語で記されていて、ところどころ魔法っぽい象形文字みたいなものまで混じっていた。高校生の私も委員長にも読むことができないけれど、ところどころ日本語で注釈の書かれたページもあった。もしかしたら篠崎義江が書き加えたのかな。日本語注釈のあるページに出ているといいんだけど、確か呪術の中には。聞き迫る表情でページをめくっていく委員長。どうしたんだろう、オロオロするしかない自分がもどかしい。She wants to dispel this whole shit storm of a spell. I hope she does. やがて足が疲れたのか、今度は床に座り込んでページをめくる。そしてある場所で彼女は手を止めた。あったわ。え？ランドオブコープス、死者の国への扉を開く呪術。これが多分天神書を作り出す呪術のベースね。いっぱい付箋が貼ってある。いろいろメモしてあるね。でもなんでページ全体をバツしてあるの？わからない。失敗したのか、途中でおじけついたのか。でもね、そんなのどうでもいいの。これ、これよ、中島さん見て。ライズオブコープス、死者を蘇らせる呪術。これって嘘でしょ。死者をってそんなことできるわけがない。常識にとらわれているの、中島さん。忘れたのかしら、私たち今どこにいるの。確かに起こっている全てがすでに今朝までの現実のものではなくなっていた。だけどこういうのって大丈夫なの？倫理というか、超えちゃいけない一線というか。怖いの。 Do it. Get your friends back. え？あなたが怖いだけじゃない。相手のことを思いやってない。なすすべもなく、由衣先生も鈴本さんも篠原さんも森重君も、あんなひどい形で命を落としてしまって、しかも存在まで消されて、そんな現実認めるの？私は絶対認めない。あなただってそうでしょ。 That's right. Our friends were dead. They died. And we came here so we could do something about it. And if we didn't do this, nothing would change. They'd still be deadNo hope of ever hearing their voices again. Their faces eventually forgotten. 私の目から涙が勝手に溢れてきた。会いたいよ。何だっていい。みんなが帰ってくるのなら、聖子ともう一度会えるなら。大丈夫だよ。もう何も怖いことなんてあるものですか。私たち天神将の地獄を越えてきたんだよ。あとは心に従おう。私たちにできることがあるならやるしかないわ。やりましょうね。
matter how improbable or even impossible this was. Even if there was only one in a million chance, we had to take it. It was absolutely foolish of us to try this. It was unnatural. It was unholy. It was completely completely inadvisable. Jesus, I can't. Ugh. But as long as there was the slightest possibility, this was something that just had to be done. We weren't about to give up without a fight. クルム術以上に術者に帰ってくる障害反動が大きいとは聞いているけど。